チェーンリンクが吹き上げました。こんにちは、アンゴロです。チェーンリンクはスマートコントラクトから外部データに安全かつ簡単にアクセスできる分散型ネットワークを開発しているプロジェクトです。まずはスマートコントラクトについておさらいしましょう。スマートコントラクトとはブロックチェーン上で自動実行する契約のことを言います。普通の契約は例えばマクドナルドに行ってビッグマックセットを持ち帰りで注文してお金を払って商品をもらう。この契約の欠点は人為的なミスで正しく実行されない可能性があることです。例えば店員が小銭を数え間違えてお釣りを多く渡してしまったとか別の商品を渡してしまったとかです。それがコンピューターの登場によって契約が自動化され人為的なミスは少なくなりました。例えば自動販売機でジュースを買うとき120円を入れて好きなジュースを選んでボタンを押すとジュースが出てきます。しかしボタンを押してもジュースが出てこなかったらお金を入れ忘れたのか機械の不具合なのかそれとも陰謀か調べるのが大変です。一方スマートコントラクトは契約をブロックチェーンに載せることで契約内容や記録の改ざんが不可能になるのと人為的なミスもなくなるので個人同士でも安全に契約を実行できるようになります。そしてスマートコントラクトを実行するときに外部データが必要になることがあります。例えば現在の株価をもとに契約を実行するとか他のブロックチェーンのデータを使って契約を実行するとかです。外部データを扱う上で問題なのはスマートコントラクトが信頼できても外部データの接続で不正が行われると契約自体が不正になる危険があることです。また外部データを取得するために外部の仕様に合わせていちいち作り込むのは面倒です。そこでチェーンリンクはスマートコントラクトから外部データに安全かつ簡単にアクセスできる分散型ネットワークを開発しています。公式サイトの例を見てみましょう。一つ目ドン。 Connect to any existing API。 どんな既存の API にも接続。二つ目ドン。 Send widely used payments。 スマートコントラクトから既存の銀行口座や支払いネットワークに送金。三つ目ドン。Connect with other chains。 他のチェーンとつながる。便利だ。チェーンリンクが開発している分散型ネットワークの名前がリンクネットワーク。リンクネットワークの利用料の支払いに使われる仮想通貨がリンクトークン。リンクトークンのトークン情報を見てみましょう。トークン名はリンクトークン、シンボルは LINK、リンク。総発行枚数は10億枚。トークンセールは2017年9月に1枚 0.11 ドルで販売されました。これは2019年5月までのリンクトークンの冷やしチャートです。トークンセールが終わった後の2017年9月は 0.15 ドル。ビットコインの爆上げとともに価格を上げて2018年1月8日に 1.43 ドルをつけました。ICO 価格の 0.11 ドルから 1.43 ドルなので13倍。おっと、驚くのはまだ早い。6月14日に Google が発表した内容が話題を呼びました。発表した内容は分散型アプリケーションからビッグクエリーを利用可能にするためにチェーンリンクと連携することです。ビッグクエリーとはですね、巨大データを高速で解析できるサービスです。何億行もあるデータでも数秒で検索できるサービスでエンジニアに人気があります。つまり分散型アプリケーションのスマートコントラクトからビッグクエリーを実行できるということです。チェーンリンクを利用するプロジェクトが増えそうなニュースですね。
これはチェーンリンクの1時間足チャートです。6月14日午前2時は 1.12 ドル。ニュースの後、1.97 ドルまで吹き上げました。75% の吹き上げ。なんとバブル時の高値を超えています。ICO 価格の 0.11 ドルから 1.97 ドルなので、17.9 倍 ?ICO ムーン!ビットコイン大会のチェーンリンクにかけたウーモさんが一気に2位に躍り出ました。現在1位はモモ兄さんのセーラーネットワークです。チェーンリンクの強みは SWIFT と提携していることです。SWIFT とはですね、国際送金をするための金融機関同士の通信サービスを提供する会社で、1万1000以上の銀行や企業が加盟しています。SWIFT はリップルのライバルとしてよく話に出てきますね。今後、SWIFT がスマートコントラクトとチェーンリンクを利用したサービスを展開すると考えられます。そして、チェーンリンクを利用する分散型アプリケーションが増えるほどリンクトークンの流通量が増えて価格にプラスになるので、今後の普及が楽しみです。以上、チェーンリンクが吹き上げたについてでした。また次回お会いしましょう。